近頃限界補修っていう言い方をしている人たちいますよね。 AB さんがこの世を去って補修言うてる人たちの中でいざこざが絶えないみたいなんですけど、ちゃんと見てないのでよくわからないんですけど、わからないこと語るなよって突っ込まれそうやねんけど、限界補修っていう言い方にへーって私は思ったんですね。私、左の翼さあの欲の人たちのことをパヨなんとかって言わないでしょ。その言葉は誰が言い出したのかっていうのを重要視するタイプで、こいつが言い出したんや言わんとこってガン無視するタイプなんです。限界補修については誰が言い出したんか分かれへん。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスちゃうのって見てて、保守は極左かカルトやろって常々言ってるんですけど、面白いように日本の保守論客はニュースオートに繋がった。ブログをやってた時、稲田の智美を総理にしたいっていう人が現れて、稲田の智美の存在を知らんかった時で、この人何って調べたら成長の家の信者さんやって、成長の家って教祖の谷口さんがニュースオートの哲学博士持ってて、水子供養でチャリンチャリンうまいこと考えはったなって優秀の教なんですね。私ですね、収納教大嫌いねんけど、ウォッチングするの大好きなんですよ。スピリチュアルも吉祥って思いながら観察するのが趣味。もともとですね、10代後半で潜在意識の活用の書籍にハマって、潜在意識の活用ってすげーって心から感謝してたんですね。ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用、ジョセフ・マーフィー先生がニューソートの牧師さんであること書いてあってんけど、ニューソートの牧師ってなんやねんっていうレベルやんか。潜在意識の活用すれば願いは叶う、今でいう引き寄せの法則、めっちゃ読みにくい本で、年いってから持ってる書籍を開いたらもう文字数がえげつなくて読み返す気にはならんねんけど、とにかく今の状況から抜け出したいと思ってた時、親がんやって家の中暗いし、審判会社勤務して人間不信やったんですね。客怖いなとか思いながら、融資とか受け付けてて、印鑑見たらこいつ払えるか払われへんか占えるようになってて、だいたい欠けてる印鑑押す人はブラックやったり延滞してたり、印鑑占いできるようになってて、転職後ですね、あの仕事したい、あそこ行きたいとか結構叶えてきたんですよ。ジョセフ・マーフィー先生ありがとうってほんまに思っててんけど、この出会いから面白いようにいろんなもん引き寄せてたみたいで、20代30代に出会った人たちが赤くて酸っぱい人やったとか、別人のようになってしもった、てか別人がやってんのちゃうの、一家丸ごとすり替えやったりとか思うことがあんねんけど、まあ、誰に言っても鼻で笑われてもうええわって思ってんねんけど、気色悪いから人が変わったようになってしもた人たちの発言を聞かないようにしてきました。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。そこで非常に恐ろしい計画を知ってしまったんですよ。国民が選んだという形を取らせて、資本主義の世界を潰させて、社会の窓主義の世界に突入させ、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画を抱いてる勢力があって、日本国民不在の中で国民をだまくらかして資本の世界を潰そうとしてることに気づいてしまったんですね。もともと社会統計の実にお偉い肩書きが立派な素晴らしいとされる先生とのお仕事が苦痛で、政治学者ってこの程度でなれるの、てか社会党ってなんなっていう疑問がふつふつと。社会の党といえば、会社員時代友達と東京遊びに行った時、笑っていいと思う、スタジオ見学をした、その時のゲストが元社会党で社民の党首やった土井野孝子。北野金ちゃんのところがガチガチなんかするはずないやろって言ってた人で、北野金ちゃんのところの英語のサイトに写真が載るような女、イルソンと横山のやすしの紹介で土井野孝子がゲスト、何の罰ゲーム、何このおばはんと思いながら、その時金曜日で明石家のさんまさんがレギュラー持ってらっしゃった時やねんけど、高校時代毎週のようにヤングタウンの収録を見に行ってて、公開収録を見に行ってたので、そこまでありがたさがなくて、土井野孝子を見せられた、ストレスが半端なかった。社会統計の学者の仕事を担当する時ですね、ちょうど国会議事堂におったん、
個人的にいてこましたい事件を抱えてまして、社民の先生に相談しに行ってんけど、その社民の先生があかん話すの無駄って一言喋って、国会議事堂を見学しに来たっていう気持ちに切り替えようと思って国会議事堂を散策しとったんですね。私議員会館その時が初めてではなくて、たまに打ち合わせに行ってたんです。でもその時はプライベートやったから写真撮ったりして楽しんでたんですね。田中の真紀子の部屋見つけてしまっててんけど、扉写真撮ってみたり、こんな仕事中には絶対できないことやから、天皇陛下がお座りになる席にカメラを向けると怒られてんけど、不敬やねんやごめんなさいって逃げてきてんけど、そんなことやってる時に社会統計の学者さんを担当してって、いいよって。でもあの人毎回同じ話しかせえへんねんけど大丈夫かいな思ったら全然大丈夫じゃなかった。その学者さんの足を引っ張りたくなって社会党について調べようとしてんけど、ようわからんかったんですね。日本の癌はトモさんの党っぽかったんですね。トモさんは共産、日本のトモさんの党と中の国のトモさんの党、世界各国のトモさんの党はコミッテル国際共産党第三インターナショナル、コミッテルの正式名称コミンのテルン、プチンプリみたいな名前の方がトップを務めているロシロシで、大きな核の命が起こってロシロシ核の命、あれが成功してレニンのおっさんがホマを0手伸ばす、マルクスレニン主義のレニンが第三インターナショナル国際共産党コミッテルに独立させた、第二インターナショナル時代、社会統計の社会の窓主義インターナショナルの連中は同じ組織にいた、あれが成功してレニンのおっさんがホマを0手伸ばす、マルクスレニン主義のレニンが第三インターナショナル国際共産党コミッテルに独立させた、第二インターナショナル時代、社会統計の社会の窓主義インターナショナルの連中は同じ組織にいた、コミッテルにいかなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行きはったんです。で、社会の窓主義インターナショナル系は資本主義国における嫌がらせ担当、世界を牛耳る大きな勢力のご計画として資本社会共産3つの主義を作って、この3つの主義しかなくて資本だけが自由に楽しく生きられるようにしといて、社会ともさんの国になってしまうと必ず辛い思い痛い思いをさせられる、指令によって動かないといけなくなってしまうねんけど、最終目的がともさんの主義なので資本の主義を潰させようとしてくるんですよ。で、私引き寄せの法則勝手に入ってくるから気持ち悪いほど、スピリチュアル界隈では今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスやでって言うてるやつがいて、どんなパラダイスな時代になるのかな思ったら、社会の窓主義の世界に誘おうとしてるやん、やったんですね。で、この世の中は宇宙人が仕切ってました、あれ、やゆうよの言うどこ行ってんやろとか思いながら、聖書にアヌンナキとか出てくるので、いざとなったら宇宙人のせいにしやって昔の人考えはったやろな。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われて、枯れ木も山のにぎわい風に人足らんのかな思って行ってきたんですね。これがまあ気持ち悪かった。トイレ休憩があって用事思い出したいって帰ってきたんですけど、スピリチュアルの世界は見といた方が得って思ったんですね。これはなんかおかしいぞって思ってたんや。で、スピリチュアルウォッチャーになって時々暇を見つけてはいろいろ読んでてんけど、気持ち悪いなこいつら、他人様に施さないといけないってすり込んではんねんやんか。そんな余裕ないわいな。かわいそうが命取りで、日本人のお人よし狙われてんねんから封印すべきやろって思ってました。転職後にお仕事で出会った女性、この方結構キーパンソンでですね、ご本人は全然気づいてないと思うねんけど、私が間直とがお口を押さえてお隣の国のマナーでお水を飲んでた時、超なんとか飲みや言うて大騒ぎして、その言い方が定着してんけど、その方がお隣の K の国、韓の国、韓とも言うところで出会った若い兄ちゃん、日本語習いたい言うて懐いてきた兄ちゃんが後に旦那になって、入国できへんなんねんけど、その人と一緒にご飯を食べた時に、うちの国では女性は男性の前でタバコを吸ってはいけないんですって言い張って、あ、ごめんここ日本やから知らんで言うてパカー吸いながら、私スモーカーやったからって気にせずタバコ吸っててんな。なんでこの人の国のマナー合わせたらなあかんねん。で、お酒を飲むときは横を向いてお口を隠さないと失礼に当たるんですよって、へーとか言いながら、そんなマナーこっちにないわ言うて
普通に飲んでてんけど、節目節目にお会いする方やねんけど、その方今元気にしてるかなって検索したら、スピリチュアルな人たちと仲良いしてはって、おばちゃんと一緒に出てきたら調べろっていうことやろって察知して調べたら、これからインフルエンサー的なことをやろうとしている男性が、資本主義があかんねん、潰さないとって言うてて、私有名著名人と会いたいいう願望が全くなくて、特にこの10年人間不信なので紹介せんといてねって言うてた人やねん。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきた中で、資本だけが自由に楽しく生きられんねんから、資本主義と日米同盟だけ守ろうよ。と言い続けてるんですね。スピにハマった連中や保守言うてる連中って、他の国で行われてる気の毒なことかわいそうなことに目を向けさせて、一般の日本国民に手を差し伸べさせようとしてるよね。社会の窓主義の世界になってしもたところ、友さんの主義になってしもたところの子供たちはかわいそうかもしれんけど、その国のご先祖様が作ったカルマやからほっときなさいって。ほしほしうるさい人たちって中の国で行われている気の毒な民の族に手を差し伸べないといけないみたいなことやってたけど、統一戦線工作やってんのちゃうのって冷たく見てました。統一戦線って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作なんですね。私は我が国日本と私と同じ種類の日本国民しか興味がなくて、かわいそうが命取りやと思ってるんで、よく冷酷や言われんねんけど、褒め言葉やと思って聞いてる。国を守るってそういうことやからね。保守保守うるさい連中は自民の票を割ることばっかりやってきた。システム上、資本主義と日米同盟守れるのは自民だけ。政治家に誠実な人とか、できる人を求めても無駄。人物よりも組織で選べ。数で勝負なので、自民の議員っていうだけで入れといたらええねん。後にゲバリンコして出ていくからね。小沢のいっちゃんや、岡田の勝也とか、最初自民にいたからね。そうやって紛れ込んでんねんから、数で勝負やっていうことで、赤くて酸っぱい勢力から送り込まれたやつはゲバリンコして出ていくわ。限界保守いうのがどういうもんか知らんし、保守言うてる立場の人たちのツイートとか全く読んでないから知らねんけど、私にとっては無価値。この人たちって収納協系やわ、ニュースオート系やわ、いろんな指令下ってんのかなって楽しんどいたらいいん違いますか。名前検索してどことつながりあるか調べると楽しいよ。セミナースピリチュアル、収納協、全く別のようなものに見えても同じようなもの。ヨセフ・マーフィー先生の著書を翻訳なさった島津の光一系やねんね。悪徳商法、催眠商法、SF 商法を作った島津の光一さんがジョセフ・マーフィー先生の著書の翻訳家で、後にセミナーを日本に定着なさった。日本の保守論客は面白いようにニュースオートに繋がった。細かい収納教も連帯しとるな。道徳を科学するモラロジーとか言うてんのが、天理教の教育顧問、広池っていうのが作ったものやねんけど、天理系やん。朝早くに集まってセミナーやっている倫理。倫理は PL パーフェクトリバティ人の道教団系の信者さんが考案したもの。何も分かってない日本国民に保守やと思わせてひとまとめにしようとしてたやろな。日本人であるならば保守でないといけない、そうじゃなければおかしいでしょって思わせるように仕向けてはったんやで。